大きいので言うと200人300人とかのコミュニティをやっているという感じです。自分たちに対するメリットは何なのか、うん、お客さんのメリットは何なのかっていう双方向のウィンウィンのメリットをちゃんと考えましょう。自己開示をさせまくるっていうのが結構大事かなと思って。はい、今回はタイポの浦川に来てもらって、コミュニティを運営する上で大切な5つのことについて話してもらいたいなと思います。お願いします。で、前回これからの観光業界でコミュニティを作ることがすごい大切だよっていう話と、タイポで新しいオンラインのコミュニティをやるっていうお話をしてもらったので、そちらまだ見てない方は概要欄にリンクを貼っておくのでぜひ見てみてください。で、今回は新しいコミュニティを作ったりとか、年間200回ぐらいイベントをやってたりとかして、たくさんコミュニティを運営している旅っぽのイベント事業の浦川に来てもらって、コミュニティを運営するために必要な5つのことを聞いていければいいかなと思います。よろしくお願いします。はい、お願いします。まず一番最初に、タイポがたくさんコミュニティをやってるっていう話をしたんですけど、タイポのどんなコミュニティをやってるのかだったりとか、何かどんぐらいやってるのかっていう話を聞けばいいかなと思います。はい、これは前イベントチームが4人出席した動画でも話したんですけど、はい、年間だいたいイベントで言うと200回ぐらいやっているのと、端末のイベントそのぐらいやってるんですけど、コミュニティっていうと2、3ヶ月から1年ぐらいで終わるコミュニティを年間何度もやっていて、20回ぐらいやってるのかな、年間で。20個ぐらいのコミュニティを作ってて、同時で言うと今4つぐらい回ってるっていう感じです。で、規模で言うと2、30人のものが小さくて、大きいので言うと200人、300人とかのコミュニティをやっているという感じです。コミュニティをやる上で、コミュニティを運営している中で、日々僕たちが話してることとか、これから観光業界、旅行業界の人たちで新しいコミュニティ作りたいっていう人もいると思いますし、前の動画でもコミュニティが大切っていう話はしてきたので、じゃあこれからコミュニティ作りたいってなった時に、実際にどういう考え方で何を大切にしたいのかっていう話を今日はできればと思います。一応5つ用意してきたんですけど、1つ目が理念。理念は会社でいうとビジョン、ミッションみたいなところなんですけど、それはコミュニティでももちろん必要で、会社とかだと売り上げを伸ばそうとかそういう何か目標があるんですけど、コミュニティって自分たちがお金稼ぐために集まってるわけでもないですし、じゃあ何のために集まってるのかっていう理念みたいなところをしっかり置かないと機能しませんと。ここまで説明させてもらった僕たちのこれから使う新しいコミュニティ、これからの観光を考えようっていうコミュニティの理念としては、名前の通りなんですけど、予測不能な世の中、コロナの中で新時代の新しい観光のあり方っていうのを自分たちで考えていって、それを体現するっていうような理念を置いていますと、っていうのがまず一つ。なので、そのどういう思いに共感してもらって、どういう人が集まってくるのかっていうところをちゃんと定めましょうっていうのが一つですね。はい、二つ目です。二つ目は、運営と参加者の双方の利益というか、どんなメリットがお互いにあるのかっていうのをちゃんと定義しましょうっていうところで、双方向の利益ってことなんですけど、まず参加者ですね。これは当たり前の話で、その参加者がコミュニティに入ることでどんな価値があるのかとか、もうちょっと誰にどんな価値を与えたいのかっていうのをちゃんと定義してくださいと。で、僕たちの新しい観光関係コミュニティで言うと、例えば観光業界に関係する方とかだったら、自分たちの商品とか自分たちの地域とかの魅力を発信できるような人とか、実際に自分たちの地域に呼んでほしい人がいるっていう旅行者との接点を持っているっていうのは、例えばメリットの一つだったりするし、旅行者からすると情報が溢れててどうしたらいいかわからない中で、適切な情報が得られるような信頼できる情報が得られるっていうのが、もしかするとメリットかもしれないし、旅行で交流できるっていうのもメリットかもしれないと。いう参加者側のメリットは当然大切になりますと。で、ちょっと忘れがちなのが、自分たちのメリットというか、運営する側でのメリットが何なのかっていうのをちゃんと設定しましょうと。で、それがないとコミュニティって結局継続してなんぼのものなので、やってもやっても全然自分たちに旨味がなかったりとか、何のためにやってるんだっけってなると継続しないので、継続しないってことは結局参加者へのメリットも担保されなくなるので、ウィンウィンの関係、ビジネスと一緒なんですけど、ウィンウィンの関係で自分たちのメリットは何なのかっていうのもちゃんと考えましょうと。で、これは別にシンプルに分かりやすく、会費が売り上げになってっていう、売り上げがメリットが別にいいですし、それ以外に自分たちの会社のファンになってもらってとか、自分たちの地域のファンになってもらって何回も来てもらう、コミュニティ自体ではそんなに売り上げが上がらないけど、結果的にファンができて自分たちのところに来てもらえるよっていうファンが作れるっていうメリットでもいいし、まあ、何でもいいんですけど、何のためにやってるのかっていう、自分たちに対するメリットは何なのか、お客さんのメリットは何なのかっていう、双方向のウィンウィンのメリットをちゃんと考えましょうというのが2つ目になります。じゃあ3つ目、はい、お願いします。3つ目は適切な方っていうのがあるので、そのコミュニティの方を意識するっていうのが大切かなと思います。どんな方があるんですか？例えば、分かりやすい
りやすいのは、いわゆるタレントさんがやってるようなオンラインサロンとかあるじゃないですか。はいはいはい。あれの1対 N で、カリスマ的な人が1人いて、うん、その人と関われることが喜びみたいな、うん、そういうタレント系に多いファンコミュニティみたいな。うんうん、確かに。結構多いっすよね。うんうん、でそういう方ももちろんあるし、うん、他はカリスマじゃないけど、教師みたいな。先生方というか、自分が何かその情報を与えてあげるとか、うん、自分の専門性をギブして参加者に学んでもらうとか、そういう系のコミュニティもありますと。で、旅っぽはよくやるのは、どっちかというとその双方向性の上下関係がなくて、運営と参加者に、うん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 、一緒になってこういうのやりましょうみたいな、うんうん、こういうふうに学んでいきましょうとか、新しい観光について一緒に考えましょうみたいな、うんうんうん、そういうフラットな対等な関係のコミュニティっていうのも型として一つありますと。で、これはどういうコミュニティやりたいのかとか、さっき話した自分たちと参加者のメリットが何なのかとか、あとその理念とかによって結構いろんな方があるなと思って、で、どれも別に間違いでもないし、でもちょっと外れた方を選んでしまうと、適切にメリット提供できなかったり、運営がグラグラになってしまったりとかするので、適切な方って何なのかっていうのを考える必要があるかなと思います。そしたら理念だったりとかをまず最初に考えて、それに合った型というか、うん、コミュニティの作り方みたいなのを考えていくっていう順番ですね。はい、なるほど。じゃあ4つ目、はい、お願いします。はい、4つ目は運営のフェーズなんですけど、基本的にエンゲージメントを重視しましょうと。エンゲージメントってことは SNS とかでよく使われてるんですけど、これだけ参加者とかがそのコミュニティに対して愛着を持ってて、そのコミュニティに所属してることが誇らしく思えるかとか、貴族意識あるかとか、そういう概念のことエンゲージメントって言うんですけど、これを作るためには2つあって、で1個が自立分散型って最近よく言われるんですけど、軍隊のような上の人がこうだって言ったらなりますとかじゃなくって、参加者同士が自発的にコミュニティに対してこういうことやりたいとか、さっきの情報共有でもいいし、こういう情報良かったですとかっていう情報をシェアしたりとかっていう、一人一人が自立していろんなところで盛り上がってるというか、主体的にアクションが出てるみたいな、そうですね、だから主体性とかって言ってもいいと思う、っていうような状態を作るのが必要ですと。で、二つ目が心理的安全性ってよく言われる言葉で、で、これは自立分散型を作るためにも大切なんですけど、じゃあ主体性を生む、自立して主体的に行動を生む、を起こしてもらうためには、それこそオンラインのコミュニティって人の顔が見えなかったりとか、確かに確かに。直接会ったことがなかったりとかもするし、人数が何百人とかいると、その中で発言するのとかもちょっとはばかられたりすると思うので、心理的安全性は何かを言ったりとかするときに、ためらいがなかったりとか、何か言われるんじゃないかっていう恐れがなかったりとか、何か言ってちょっと失敗したりとかしてもいいかと思うのかもしれないですっていうので、人と人との関係というか、参加者同士の横の関係を良くしていって、心理的安全性も高い人間関係とかコミュニティを作るっていうのが大切かなと思います。じゃあその今まではオフラインで顔が見えてる状態で心理的安全性っていうのが作りやすかったと思うんですけど、そのオンラインで今タイプでやってる取り組みというか、オンラインの中でどうやって心理的安全性を上げてるのかみたいな、一番大きいのは多分自己開示をさせまくるっていうのが結構大切かなと思って、でその中でよくやってるのは2つあって、で1個は最初に自己紹介、コミュニティに入った段階でスラックのチャンネルで自己紹介スレッドっていうのがあるんですけど、そこで結構みんながっつり自己紹介を書いてくれてて、自分がどんなことしてるかとか、どういう思いで入ったかとか、あとはどんな人と仲良くなりたいかとかっていう自己紹介とか、自分のプロフィールを開示することによって、まあ、そもそもそういうコミュニティにわざわざ入る人って結構アクティブな人が多かったりとか、つながり求めてる人が多いから、そういう自己紹介とかプロフィール見ると、あ、じゃあこういうことやりましょうみたいなのが自然発生的に生まれるから、それは徹底してやってるっていうのと、で、もう一個が自己開示で言うと、SNS とかノートとかの発信を促すようにしています。それも一緒で、基本情報以外にも、日々自分が考えていることだったりとか、コミュニティの中で学んだことみたいなのを外に発信してもらうことで、コミュニティの中じゃなくて、SNS 上とかで、コミュニティのメンバー同士が絡んだりとか、あとは自分の意見とか外に発信してくれてるから、あ、同じこと考えてる人たちがここにはいるんだっていう、そういう安心感を参加者同士、コミュニティの中で作ることができるので、まあ、とにかく自己開示と外部の発信を徹底してやってもらう。最近よくあるのが、コミュニティ専用の SNS とかのアカウントを鍵アカウントで作ってもらって、で、プライベートでは言えないけど、鍵アカウントだから、その中だけで繋がって先生と面白いみたいな、そういうことをやってるコミュニティとかもあったりするので、発信させるとか、発信に抵抗がないようなコミュニティの雰囲気を作るっていうのも大切かなと思います。確かにハッシュタグとかノートとかは結構使ってもらっていて、やっぱりハッシュタグとかでそのコミュニティについてのことが書かれたりとかしてると、すごい貴族意識高かったりとか心理的安全性が高いんやなって思うので、そういうのなんかこう使ってみたりっていうのはいいかなと思います。
感じですね、うん、で自分の所属してる、まあ、会社でもいいし学校でもいいし、うんうんうん、コミュニティのことをそこに発信するだけで帰属したらまるというか、うんうん、自分ってこういうことやってますってそこに言うのって言えることと言えないことがあると思うから、うん、その中の言えることにいかにその自分のコミュニティを、うんうんうん、そこのポジションに置くかというか、うんうんうん、そこで言ってもらえるような運営をしていくと必然的に帰属意識エンゲージメントは高まっていくはずかなと思います。最後に5つ目、はい、お願いします。5つ目はゲストを使うってことで、使うってちょっと俺があるんですけど、うんうん、僕たちはさっきも言ったようにあくまで対等な関係というか、うん、運営と参加者は割と対等でフラットな関係で、あんまり僕たちが何か教えるっていうよりも参加者が学んだりとか実装する場を提供するっていうのが僕たちの役目なんですけど、それだと対等すぎるというか、うんうん、わざわざお金払って参加してもらってっていうところに対してその与えるメリットとしては、まあ、ちょっと弱くなったりすると思うんで、確かに確かによくやるのはそのイベントを組むとかもそうですし、講座をやるとかもそうなんですけど、この業界の専門知識持ってる人とか自分たちだけだと絶対に会えないようなゲストの人を参加して、一時的なヒエラルキーじゃないけど、うんうんうん、ゲスト対参加者になった時にそのイベントの一瞬だけで言うと、もう圧倒的なそのヒエラルキー構造というか、うん、ゲストの人すごいみたいな、めっちゃ勉強になりますみたいな、そういう関係を一瞬一瞬作っていくと。で別にそれはゲストなんでずっとコミュニティの中でそれが永遠に続くわけではなくて、うん、一時的なヒエラルキーができて、うんうんうん、でそのゲストの講座が終わったら一旦その関係はなくなって、先生というかそういうポジションをこの瞬間瞬間で置いていくことによって、うん、参加者も自走してくださいだけ言われると結構負担なんですよね、やっぱり、うん、いきなり考えてくださいって。そう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 、動けないです。そうで、とにかくそのひたすら能動的に動かすっていうのは結構コミュニティとして経営するので、能動的に動いてほしい場合と自動的に聞いてれば学びありますよみたいな、そこの出し入れをうまく使い分ける、うんうん、ゲストの力をお借りをして協力してもらうっていうことはよくやったりしています。うんうん、で幸い僕たちはその旅行観光界隈のいろんなインフルエンサーの人とか、あとはその業界人で実績のある方だったりとかのつながりがめちゃくちゃ多かったりするので、そういう人たちにそれこそそのコミュニティの理念みたいな感じなんですけど、それをしっかり話して共感をしていただいて、まあちょっとじゃあ1時間2時間購入してもらうっていうようなことをやってるっていう感じですね。これ面白いのがもう参加者によって1個の講義を聞いてもいろんな考えが出てきたりとかして、それもまた面白いですよね。うん、確かに確かに。なんか一つ、もうなんか自由にやってくださいよりも、一つテーマが出されて、それについてみんなで考えるみたいな構図ができやすい。うん、確かに確かに。あとゲストにとっても、エンゲージメントが高いコミュニティだと、うん、まあ、協力したくなるんです、うんうん。話をめっちゃ前向きに聞いてくれるとか、うんうんうん、聞いたことをめっちゃアウトプットしてくれるとか、うんうんうん、自分が講義をしたらめっちゃ先生つぶやかれてるとか、うんうんうん、っていう状態を作っておくと、いろんなゲストの人に協力してもらいやすいですし、僕たちもよくやるんですけど、全然繋がれなかったゲスト候補の人に、うんうん、ツイッターとかで DM 送ってオファーして、うん、で OK してもらってって何の関係値もないところから、うんうん、イベント来てもらったら、あ、よかったですって満足してもらうこともあるので、うん、ゲストの力をうまく使えるといいかなと思います。はい、今回はコミュニティを運営するために必要な5つのことを話してもらいました。で、いろんな話があったと思うんですけど、自分でいきなりコミュニティやりますは多分難しいと思うので、もし何かコミュニティに関する相談だったりありましたら、僕たちの、まあ、Twitter 内会社に問い合わせをしてもらって、あとは新しいコミュニティを始めるので、そこに入っていただければ、どうやってコミュニティを作っていくのかっていうのが体験しながら学べると思うので、ぜひ概要欄から飛んでみてください。はい、次回は手順、実際にじゃあコミュニティを立ち上げるっていう時にどんな手順でどんなことをしていったらいいのか等を聞いていければいいかなと思います。はい、はい、僕たちもこんな感じでそのコミュニティのノウハウとか発信しながら、この見てる方とか観光業界に関わってる方とかが自分たちでコミュニティ作って実装させていけるような、そこのサポートしたいなと思っているので、うん、ぜひですね、気軽にご相談もしくはコミュニティに入ってもらって、そこから学んでもらうのもいいですし、何か関わりを持ったらいいかなと思います。はい、今日はありがとうございました。はい、ありがとうございました。